テンポのある関西弁で先週は6週目を突破。素晴らしい話術で7週目に挑戦するわ。タージン。はい、どうも、私が噂のタージンです。大変でございましてね、よろしくお付き合い願いたいと思いますが、この間ですか、私ですね、夜中に喉が渇きましてね、ジュース買おうと思いまして、自動販売機まで行きまして、100円玉をコンと入れましたら、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。近頃の自動販売機しゃべりますね。驚きましたね。ちゃんと挨拶します。なかなかすごいもんや、これも科学の進歩やなと感心したんですが、私思いますにね、まだまだね、研究の余地ございます。と申しますのはね、この自動販売機の会話、一方的な会話でございましてね、そこに人間がおるということを想定しながら喋ってるわけでございます。ですからね、まだまだ研究の余地残されてるように思いますが、ところがですよ、毎日毎日日ごとにですね、進歩してますんでね、科学の方は。あと 2,3 年もしましたら、必ずですね、人間と自動販売機が会話を交わせる、そんな時代が来るんじゃないでしょうかね。そうなりましたら賑やかでございましてね、仕事疲れて帰ってまいります。地下鉄の駅から降りてまいりますと、地下鉄の駅前で、てっちゃん、てっちゃん。え、誰や。てっちゃん。お、お前誰のこと、お前 UCC の自動販売機やないかい。そうだね、お久しぶりでございます。久しぶりで、お前まちや、お前と足が風呂屋の前におったんちゃうんかいな。なんやこんなとこで。そうだね、昨日までね、風呂屋の前にいてましたけどもね、あの風呂上がりの人には私みたいな温かい缶コーヒーは受けまへんやてん。せやさかいね、今日から冷たいジュースのファンタの子買わにきと場所変わりましたやん。そうか、なるほどな、俺は好きやったけどもな。そうか、こんな寂しいとこ帰られてかわいそうにな。よっしゃ、今日はな、ケーキ漬けや、一本買わせてもらおうか。あ、あぶる、あぶる、じゃてっちゃん、水くせえないかいな、あんた100円でどないしまんねん。いつも世話になってるあんたのこっちゃがな、な、今日は私サービスさせてもらおう、一本飲んどくなあれ、ガコガコ。えすまんな、出てきたわな、おい、まあ、呼ばれとくわ、やらい、すまんな。いやいや、こんなんもろたたかいきてな、ベンジャラするわけやないけどもな、俺はお前んとこの缶コーヒーが一番うまいと思って、いや、うせやないんやで、まあ、呼ばれるけどもな、うん。うまいなあ。いやいや、はっきり言わせてもたんないやけどもな、お前みたいな自動販売機この町内に5万とあんねん。また同じようにやで、温かい缶コーヒーとしたんねん、同じように書いてあるけども、この味は微妙に違うな。まあ極端な話がやで、まあ熱うてやな、缶も持つこともできんようなやつもあるかと思ったら、シューマイに火見て塗るやつでググっていくやつもあんねん。その点お前のこの缶コーヒー、熱なしぬるなし、コロ加減人肌っちゃっちゃな、この味はなかなか出され、お前ならではやな。うまっ、てっちゃんの口のうまいこと、嬉しなってきたわ。もう一本飲んでんか、タコガコ。すまんの、出てきたわな、このままこれもろて帰るわ、へっ、さいならごめん、ってなこと言いましてね、人間と自動販売が会話を交わします。もうこうなりましたら、自動販売機と申しましても人間とそう変わりません。体つきがちゃうだけでしてね、心は人間と同じで、感情性格ってのも持ち出しますからね。ほらすごいですよ、たまの日曜日なんかね、町内一周消化を持ったらいろんな自動販売機に出会います。日曜日ブラーッと歩いてましたら、ポンコンと手叩かれましてね、鼻にツンとくる香水の匂いでしてね、お、どこからすんのかしら、ほっと見ましたら、横手に立ってますのが雑誌の自動販売機でしてね、雑誌の自動販売機、週刊誌やら漫画売ってますが、中にはですね、ビニール本とかね、裏本といういかがわしい雑誌も売ってましてね、この自動販売からプン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 香水の匂いさしておる。売ってるもんが売ってるもんだけにね、色仕掛けで私誘惑してますからね。てっちゃん、久しぶりやないかいな、どないしてんのな、今日は寄ってってえな、寄ってってえな、もうサービスするって、うん、もう今日はサービスにな、よっしゃ、私のすべて見せたら、よっしゃよっしゃ、ガチャガチャ、かっこいいでね、体の中見せてくれますけどもね、向こうはサービスで裸見せてくれてるつもりなんですが、私人間にしましたらね、機械見ても何の気持ちもいいことないんでね、ぼーっと見てましたけどもね、コンコンと私の肩を叩くもんが、おら、誰かしらん、ひょっと見ましたらね、これがこの雑誌の自動販売機のこれでございましてね、これと申しましてもね、人間やございません、自動販売機、これが町内でも札付きのあるでございましてね、アルギンゼット売ってますからね、ほら、えつないもんでございましてね。お前な、人のおなごの裸見とってただで済むと思とんのんかい、こら、脅しにかかりますから、私ビビりましてね、もら自動販売機にしばかれたらシャレならんと思いまして、バーッ全力疾走で逃げます。あ、やっと逃げ切ったな、ほっとしましたら、今度はですよ、左右から私のこめかみ見かけてね、冷たい視線をピンピンと受けましてね、何かしらん、ひょっと見ましたら、右手にございますのが東京弁の自動販売機、左手にございますのが大阪弁の自動販売機、
仲悪いですね。互いに向かい合いましてね、くわー睨み合っとる。ちょうどその真ん中立ちましたんでね、両方から冷たい視線を浴びまして、おろっと思ったんですが、もう二人とも対照的でございましてね、私から言わせましたら、東京弁の自動販売機、売ってるもんが違います。粋なもんでございましてね、同じジュースの自動販売機でも、右からコーラ、スイートキス、ゴールデングレープ、粋なもんです。全てカタカナです。都会的センス、そんな感じがします。その点大阪弁の自動販売機もっちゃりしてます。売ってるもんが完全剤、汁粉、甘酒、生姜入り、わからんからね、何の自慢かと思います。えらい違いでございましてね、これはかなんな思って向こう行きます。冷たい戦争巻き込まれたらどうなりませんのでね、先急いでましたら、向こうの方からキヤーいう悲鳴です。何事かしらん、パーッと走っていきましたらね、昔から熱い噂で持ちきりでございました、あのタバコの自動販売機とね、うどんの自動販売機の中に、ついにですよ、愛の結晶とも言うべき自動販売機の子供が生まれましてね、悲鳴やなかった泣き声でございましてね、うわーびっくりしたなってなもんでございまして、町内喧嘩する自動販売機ある、子供売る自動販売機あるね、もううろうろなりますが、これが 2,3 年後のお話でございましてね、5,6 年経ちましたらもっと変わりますよ。いろんな分野に自動販売機進出してまいりましてね、自動販売機カッとありましてね、ドクターかなんか書いてありましてね、患者さんがこう近づいてきまして、体ペタッとつけましたらね、コンピューターがなんかパパパパッと分かりました、悪いところが分かりまして、横手から薬がピャッと出てくるというね、もう保険証も何もいらん便利なもんでございましてね、また中には頭のいい自動販売機がございましてね、私に清き一票、政治家になりましてね、日本を運営していきよる、すごいもんです。ああ自動販売機の世界花盛りでございますが、この自動販売機の世界にもなんと不況の波は押し寄せましてね、親会社が倒産しましたらかわいそうに自動販売機まで職を失いましてね、失業いたします。かわいそうなことに自動販売機には失業保険がございませんのでね、かわいそうな自動販売機、片手に段ボールを持ちまして横浜の山下公園がなんかうろつきましてね、かわいそうでございますが、ところがこういった自動販売機失業しましてもね、仲間内でなかなかおもろいやないか、やるやないか、粋なもんやないかってなこと言われるやつがありまして、え、俺おもろい、おもろい、おもろい、うわほたら俺お笑いスターなったろか、こんなこと言うやつがありましてね、そういうやつは早速この番組に出てまいります。ダカダン、去年までジュースの自動販売機だった彼がお笑いスターを目指した。さあ一周目突破なるか、自動販売機だ。じゃん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 、はいどうも、私が噂の自動販売機です。あまりの突然の出来事に客席はししらしんとしましてね、俺は審査員なんかあっけ取られております。かわいそうに世間の理解もないまま彼は一周目で落ちてしまいます。お笑いスターという希望を失いましてね、彼はしょうがなしにお国でございます群馬県の方へ帰りまして、一生懸命大根作りに精を出すというね、これは凄まじい世の中になってまいりますが、噂のタージンでした。ありがとう。はい、ドクロさん、やったー、あるかってるけどね、あっこの汗、米丸さんいきます。いやー、はい、どうも、はい、そして7周目噂のタージン、はい、今日通ってなんとかね、来週にね行けていただきたいと思います。印象へつなげてほしいな。ああ本当に、まあ、そうなの。でもね7周目まで来ましたけど、でも頑張ったんだよ、またやるんだよね。あ、そうですか。でダメですか、タージン、もう技はもういいぞ、私本当に褒めたくらいね、結構なんですがね、ただまあ他の審査員の方々といろいろ意見で笑いがね、という、やはり7周ともなればもう少し笑いがなければというところで、やはりもう一度勉強し直しということで、ちょっときつかったかもわからないですけども、はい、ああという声がありましたけども、やはり笑っていただかないと、そうですね。